1990年代前半まで主流だった機械式オドメーターとトリップメーターオドメーター、走行距離計は、その車両が完成してから現在までの累計走行距離を表示する計器の一種である。自動車や鉄道車両に装備される。走行した距離に応じて数値を増やしていく。走行した距離は常に保存され、積算される。オドメーターは、 車両完成後から現在までに走行した距離を表示するものであるから数値を減らしたり 0km の初期状態に戻すことはオドメーターの機能上できてはならないことであり通常は不可能であるオドメーターには大きく分けて機械式と電子式の2種類がある走行距離は保存され積算されなければならないため電子式は 不揮発性の半導体メモリを用いている。アナログ式速度計とデジタル式、オドメーター、トリップメーターを組み合わせた例。道路運送車両の保安基準第46条において、走行距離計の取り付けが規定されており、自動車整備時に自動車検査省への距離記載が行われる。1990年代前半までは、機械式の 数字が書かれた円筒が回転するアナログ式が主流で距離を表していた。1980年代に流行したとされるデジタルメーターの場合、三菱車などはオドメーター、トリップメーターもデジタル化された車種もあった。なお、アストン・マーティン・ラゴンダのようにオドメーター、トリップメーターがデジタル式であったが、機械的信頼性の問題からエンジンルーム内に 機械式のオドメーターが設置されていたケースも存在する。工場内の移動、走行試験時や輸送時の移動もそのままカウントされるので、新車購入の時点では、日本国内の場合は、おおむね 100km 以内である。オドメーターは、車両の程度を示す基準の一つとして考えられ、積算走行距離が多いほど、価値も低くなる傾向にあるため、以前は、 車両の価値を上げるため中古車のオドメーターを巻き戻す、業者が多発した。こうした行為を防ぐ理由もあり、1990年代以末からは、改ざんが難しいデジタル式が多用されるようになった。デジタルは巻き戻し行為を行うと極端に0、キロメートル表示になったり、最悪の場合電子回路を破壊してしまう恐れがある。デジタル表示にすることによる、 もう一つの利点として、軽自動車や一部の小型車、商用車に多かった最高 99, 99,999km 表示を、廃止 99, 99,999km 表示が、普通にできるようになった。この時期は、メーカーに傾向があり、アナログ式は主にトヨタダイハツホンダマツダ・富士重工が好んで採用し、デジタル式は日産、鈴木、 三菱事故、いすずが積極的に採用していた。デジタル式は現在では、商用車や軽自動車までに採用されており、高級車や上級乗用車では、ヘッドアップディスプレイなどを使用したオドメーターが採用されている。しかし2010年頃から、これらの不正防止策を逆手に取る形での新たな手口でのメーター巻き戻しが見られるようになっており、 捜査にあたる警察などが国土交通省に対策を求める事態になっている。なお、国産車で最後までアナログオドメーターを搭載した車種は2010年3月まで販売された初代スバルプレオであった。レールバスにはバスの部品が転用されていた関係で速度計にオドメーターがついているものもあった。不正防止策を 坂手中古車のメーター巻き戻しに荒手口朝日新聞2014年12月9日、大見鉄道 LE10 系機動車など、ありがとうございます。